どうもマンション評論家のマンションマニアでございます。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今私がいるのは総武快速線と総武観光線の市川駅でございます。平日の朝ラッシュ時間帯、市川駅8時02分発乗車をいたしますと、東京8時21分着、品川8時31分着、平日の朝ラッシュ時間帯でも東京駅まで乗車時間20分ほどです。反対方面の千葉駅までも20分ほどですので、職場が東京方面、千葉方面分かれている方にとっても非常に便利なポジションです。ただ今回はこの市川駅が最寄りではないです。こちらの市川駅ですと徒歩19分表記になります。この市川駅を利用するってなりますと、自転車もしくはですね、路線バスが今回ですね利用できるですね立地になりますので、バスでの所要時間としては行きと帰りでですね異なってくるんですけども、10分前後です。こちらの市川駅まではですね少々距離があるんですが、最寄り駅としましては京成線の河野台駅で徒歩5分です。なので一応駅地下物件にはなるんですけども、最寄り駅自体はですね強い駅ではないです。ただこの市川駅に寄り添えるっていうところがですね大きいポイントになってきます。まずは歩いてですね建設地方面へ歩いていきたいと思います。途中でこの市川駅のですね分譲マンションそばも一軒ご紹介をいたします。今回ご紹介いたしますのはルネ市川河野台です。物件概要いきましょう。売り主は総合事所、設計は三輪設計、施工は新日本建設、占有面積は 53.41 平米から 65.08 平米、今の時代らしい占有面積調整を行っております新築マンションです。倉庫数は44個、12階建て、京成本線の河野台駅徒歩5分、 JR 総武快速線、 JR 総武観光線の市川駅徒歩19分、バスですと10分前後でバス停まで徒歩1分です。なのでバス利用は非常に便利です。アドレスは千葉県市川市市川4丁目。どこに住んでますかと聞かれた際にですね、市川ですと答えても嘘にはなりません。今回完成してからのですね販売になりますので、2022年4月28日ですね建物が竣工しておりまして、引き渡し即可能となっております。新築マンション欲しいけども待ち時間は嫌だという方にもですね会ってきます。これまで取り上げてきました分譲マンションいくつかありますが、最近動きがあった物件でご紹介できればと思います。市川駅最寄りの分譲マンション相場です。プラウド市川マークス2020年築、市川駅徒歩5分、新築時の坪単価約320万円、現在の坪単価約360万円です。個別の動き一例としましては、新築時に6400万円台でしたお部屋が7600万円台で動いております。エントランスはこちらのバス通り側になるんですけども、バルコニー側がですね住宅街になりますので、眺望最高ですね、優れたお部屋が多くなっております。かっこいいですよね。駐車場シャッターゲートあります。駐輪場はですねシャドウオートゲートがあって、この植栽も美しいですよね。こちら背中側なんですけども、かっこいいですよね。新築時におすすめしていたマンションですので、ぜひそちらの記事も読んでいただければ幸いでございます。今中古で買うにしても非常にいいマンションです。今市川駅を背にして歩いておりまして、京成線の踏切へぶつかります。京成線の踏切を渡ります。で今回ですね最短ルートで向かわずに、河野台のナンバーワン物件、そちらにですね先に立ち寄りました後に建設地向かいたいと思います。非常に近しい位置にはあるんですけども、ナンバーワン物件はですね高台立地になりますので、ここからですねぐっと上上がっていきます。この辺も市川らしい雰囲気でいいですね。こちらに広告が出てますね。今回京成線の河野台駅から北方向へ徒歩5分になります。で河野台駅のですね横通っております松戸街道、そちらに面しております。でこちらがですねママ側になります。こちらのママ側から見えている建物がですね今回ご紹介いたしますルネ市川河野台です。
ご覧の通りで中層階以上になりますとですね、抜け感ですね、ある。さらに緑も見えて癒しもあるですね、眺望になると。で、松戸街道沿いっていうところで後ほど行くとですね、ああ結構交通量多いなってなるんですけども、松戸街道沿いだからこそ用途地域的に背の高い建物をできています。なのでもし一歩中へですね入っていた場合は、あの背の高さにできていませんので、松戸街道沿い、それ自体は音問題等でウィークポイントにはなってきますけども、だからこその眺望というところで、やはりその土地のですね価値最大限活かせる中層階以上の方がですね、まあ、せっかくこの台で買うならいいんじゃないかなといったところです。今回は市川駅と河野台駅とですね、ほぼほぼ同じグランドレベルになってきますので、ハザードマップではですねギリ色がつきますね。その先からかからなくなるんですけども、今回もかかるかかからないかの瀬戸際っていうところになってきます。なのでもしこの市川エリアで、いやちゃんと高台に行きたいんですっていう方は、これから行くですね河野台ナンバーワンマンションの方が合ってきます。いや高台だとちょっと行き来が大変なんでハザード飲みますっていう方であればですね、今作河野台物件とした駅に近いですので、とつきやすいかと思います。なので市川の河野台の高台がいいのか、そこにこだわらないのかですね、評価が大きく変わってきます。いい雰囲気でございますね。登っていきたいと思います。こういった癒しがすぐ近くにあるっていうのがいいですね。ぐーっと登ってまいりました。こちらがママさん具法寺です。子供が小さい時にこういったところを一緒に散歩するってのもいいですね。いやーいい雰囲気ですね。ママさん具法寺を抜けまして、千葉商科大学のところに出てきました。この付近は和洋女子大であったり高校もあったりとですね、いわゆる文教エリアにもなっております。県営住宅の建て替えが行われているようですね。今あえてですね神社を抜けてですね、少し遠回りしながら歩いております。背中側の緑もですね非常にですね見応えがありますので、そちらから行きたいと思います。この郵政のですね宿舎のところもですね緑が豊かです。そして河野台駅エリアナンバーワンマンションといっても怒られないでしょう。こちらでございますよ。サンウッド市川ママグリーンヒルズ2003年築、河野台駅徒歩7分、新築時の坪単価約200万円、現在の坪単価約210万円です。動きの一例としましては、新築時4800万円台したお部屋が中古時4700万円台、新築時4700万円台でしたお部屋が中古時5400万円台。部屋によってですね上がって下がってっていうのはありますけども、その理由としてはですね、まあ、大きいマンションだとあるあるですけども、棟がですね分かれておりまして、部屋によって結構眺望がですね変わってきます。そのため新築時からですね上がってる部屋もあれば下がってる部屋もあるといった相場になってきます。こちら案内板です。復元した記念館とですね一体型になっております。それでは下側へ降りていきます。和洋女子大の背の高い建物が見えております。いやーしかしサンウッドいい雰囲気ですよね。まあちょっと虫は多そうですけどもね、グリーンカーテンですよ。さあまもなく松戸街道へ出ます。ルネご見学される際はですね、あの遊歩道あたりをですね歩いて緑を感じることをお勧めいたします。こちらの松戸街道ですね、今緩やかに下っているんですけども、下った先にですねルネがある形になりますので、この上がり出してるところですとハザードマップで色つかないんですけども、ルネのところはちょこっとですねかかってくる形になります。でこちらのデイリー山崎のところにですねママ山下停留所がございまして、こちらが最寄りのバス停になります。こちら時刻表になりますが、運行本数充実しております。さらに急行便もございます。こういった形でバス利用はですね非常に便利です。このバス停まではまあちょっと河野台駅方面から逆走にはなりますけども、非常に近いところにございます。周辺相場です。
同じく松戸街道沿いにございますライオンズ市川河野台レジデンス2015年築河野台駅徒歩5分、新築時の坪単価約195万円、現在の坪単価約185万円です。市川駅からバス乗車してきた際はこちらのライオンズのですね目の前で降りる形となります。でこちら大学もありますので、それゆえですねバスの運行本数もですねしっかりとしたものになっています。個別の動き一例としましては、新築時4400万円台でしたお部屋が中古時4100万円台で動いております。さあバス停からあっという間でございます。ルネ市川河野台です。まず外観デザインなんですけども、この周辺がですね風致地区となりますので、この河野台らしいですね落ち着いたレンガ調を基本としまして、角重厚部分コーナーサッシにしてるんですよね。かっこいいですよね。日差しが突き出すようなデザインです。こちらエントランスアプローチのですね植栽形跡豊かになってますので、これ倉庫数今回44個なんですけども、44個ながらもしっかりと重厚感あるものとなってます。そしてこの河野台らしさもあると。エントランスホールのですね大窓から自然とこの外側のですね植栽を望むことができますので、中に入ってもまた癒しがあると。バルコニーの輪廻境もコンクリートもしくはスラブトゥースラブの隔た板でしっかりと引き締めてくれています。さらに今作はですね内廊下なんですよ。市川駅前のタワマンでさえ外廊下ですからね、これは嬉しいところです。駐車場は平置き8台とこの先ですね屋外になりますけども機械式6台、設置率としては約 31% です。駐輪場はですね設置率約 161% です。今回ワンフロア4個となっています。で B タイプですね、こちらの中側のお部屋を除くと全て角重厚です。角重厚比率が非常に高いです。ダイレクトウィンドウですね、楽しみたい場合はエントランス側の A タイプ。扉位置からするとちょっとリビングはですね上数表記以下の広さに感じてしまいそうではあるんですけども、午後のですね日が暮れる前ですねがっつりとリビングにですね日が入ってきますし、個人的には L 字キッチンもですね好印象です。眺望は階数にはよるんですけども、こちら上の方行きますと江戸川ですね望めますし、先ほどのサンウッドのですね方面の緑をですね望める重工もあります。建物の東側はもう用途地域がですね変わりますので、背の高い建物がですね同じような背の高い建物が建つってことはまずないです。なのでこちら市川駅方面はですねぐーっと眺望抜けてきて、さらにそれが守られるといったところになってきます。ただ低層階に関してはですね、特にこの西側の方ですね、松戸街道のですね渡った先はライオンズのようにですね背の高い建物がこうあったりしますので、低層階と抜ける中層階以上でですね眺望の差が大きいマンションです。最高面はですね利確が取れているので問題ないですけども、眺望は大きい差がありますね。それではルネを背にしつつ河野台駅へ歩いていきます。今回価格平均坪単価で約280万円になります。まあ重たいっすよね、ライオンズが築8年で坪185ぐらいで動いてる中でプラス100ですので、中古より新築の方が高いっていうのはこれは当然なんですけども、それにしても結構差があるなと。それゆえ占有面積で調整してきているっていうところになってきます。ファミリー向けマンションではありますけども、61平米台の 3LDK があったりと、本体価格を抑えるために占有面積を抑えていると、いわゆる占有面積調整です。で設備仕様なんですけども、そちらもスペック面を求める方ですとちょっと気になってしまう部分は多いかなと。特に先ほどのサンウッドを知ってる方だと、あちら基本点が2700になってきますし、天かすありますし、ディスポーザーありますし、ルネよりは高台立地になりますしっていうところになりますので、サンウッド市川ママグリーンヒルズという
強キャラマンション、いわゆるエリアナンバーワンがあるので、新築縛りでないとちょっとサウンド市川ママグリーンヒルズいいなっていう風になってしまいがちかなっていうところですね。まあスペック面っていうところの差はあるかなと。ただまあ新築と中古ですからね、そこは大きい差ですけどね。サウンドの方はですね、築年数も経過しておりますので、あくまで基本のスペックというお話になってきます。でルネの方はですね、ディスポーザーはないです。で浴室はブラケットライトになってきますし、トイレはですね、古めかしくはないんですけども、タンク式です。カウンターがないタイプですね。あとは給湯器リースっていうところもですね、ちょこっと気になってきますね。まあ、ただ食洗機ありますし、キッチン天板は三陰石ですし、ミストサウナって、今回玄関前カメラ付きインターホンもあります。で構造は二重か二重天井になってきますので、今の時代の坪単価280平均ぐらいのマンションとしてはですね、しっかりしている方にはなります。サウッドと比べるとっていうだけです。サウッド知らない方だと、むしろルネかなりテンション上がるマンションだと思いますね。内廊下ですし、建物もかっこいいですからね。しかも今回はですね、新築マンションならでは、今時のマンションならではっていうところで、各階に過去専用の宅配ボックスが設置されます。そういった今時感もあるので、とっつきやすいですね。で管理費に関してもですね、結構現実路線です。これ内廊下なんですけどもね、ディスポーザーないとは内廊下で平米単価で240円なんですよね。総工数44個で内廊下ですので、そこは結構頑張ってるなという印象を受けました。さあ河野台駅到着いたします。河野台駅はですね、特に駅前に何があるっていうわけではないです。普通電車のみが停車をします。スーパーマーケット事情なんですけども、こちらの河野台駅をですね、出た高架下にですね、京成系リブレのですね、キッチンがありまして、ここを頼み感はあります。なので河野台駅から帰るときはですね、こちらに立ち寄ってっていう感じになりますけども、まあ市川駅付近のですね、商業施設まで自転車でっていう方も多いのではないかなと思います。こちら河野台駅の時刻表ですが、こういった形でですね、運行本数もですね、多くはないです。日中で10分ヘッドですね。平日の朝ラッシュ時間帯、河野台8時01分発乗車しまして、青戸で乗り換えますと、そのまま都営浅草線方面入りまして、日本橋8時38分着、三田8時49分着です。こちらもですね、乗り換えっていう前提であればですね、都心地下鉄方面入っていきますので、まあ、ここから乗って青戸で乗り換えてっていう方もですね、多いかと思います。もしくはまあバス乗って先ほどの市川駅行っちゃうかですね。江戸川沿いへ出たいと思います。まあ、今回もちろんですね、好みの問題さておいて、今回市川駅に寄り添えるのが売りです、強みの一つですっていうところなので、それならまあ市川駅徒歩圏内、先ほどのプラウドみたいなところに住めばいいんじゃないかってなりがちなんですけども、価格が全然違いますので、特に中古同士の比較だとですね。ただ今回坪単価としては全然市川駅近くも結構行けちゃうですね、坪単価になってるんですけど、そのバッティングを避けるためにも占有面積調整してるので、本体価格のグロス感で行くとですね、市川駅近くではなかなかですね、購入が難しいですね、ものとなっていきます。うまいですよね。さあ周辺相場ラストです。当はシティホームズ市川河野台、1996年築、河野台駅徒歩3分、新築時の坪単価約215万円、現在の坪単価約190万円です。動きの一例としましては、新築時3700万円台でしたお部屋が、中古時3200万円台で動いております。今回通学校がですね、ママ小学校で徒歩9分、大中学校で徒歩10分というところで、ママ小学区っていうのはですね、気に入られる方も多いかと思います。それでは総評、行かせていただければと思います。今回周辺の中古マンションとの価格差を気にしてしまう方ですね。まあ、いわゆるリセールバリューへの優先順位が高い方には非常にとっつきにくいですので、中長期的に住むっていう方の方が合ってきます。そういった目線であれば、外観デザインかっこいいですし、内廊下ですし、単価帯からすれば設備仕様もですね、頑張ってますので、そして河野台になりますけども、駅近で市川駅にも寄り添える
立地であるっていうところで、総合的に見てですね、満足度は高いものになるかなといったところで、今回見学するとテンション高まると思いますね。テンション高まる商品力ではあります。まあ、あとはリセールバリューってとこどう考えるかですね。将来のことは分かんないですけども、今時点で見ればこの台にしてはかなり高い単価帯になってきますので、なかなかリセールバリューの高さに期待ができるかっていうと現状では難しそうですので、その少々お高いっていうところですね。占有面積調整してるので本体価格っていうわけじゃなくて坪単価っていうところですけども、その少々お高いところをですねどう考えるかっていうところになってきます。ただ商品力がしっかりしているっていうところは、まあ、居住目線でいけばリセールよりも大事なポイントですからね。ただ今リセールバリューを気にされる方も多いことは事実ですので、そこをどう考えるかで、そこさえ飲めれば非常にですね条件のいい新築マンションだと思います。パークシティ市川が見えておりますね。前回ですね市川駅の南口でのですね物件調査をした際の動画もですね概要欄の方に貼り付けておきますので、合わせてご覧いただければ幸いでございます。ということで今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。いつも貴重な時間本当にありがとうございます。記事の方同時公開いたします。関連動画と合わせて概要欄に貼り付けておきますので、合わせてご覧いただければ幸いでございます。それでは失礼をいたします。ありがとうございました。